笹山美咲です。あまり近寄らないでもらえます？ご存知ですか？いい配合です。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 この配合はダメです。危険な配合です。いい配合です。この配合はダメです。いい配合。この配合はダメです。いい配合です。いい配合です。危険な配合です。いい配合です。危険な配合です。いい配合です。危険な配合です。いい配合です。いい配合です。危険な配合です。いい配合です。元気ですね。型のデザイン、型のデザイン、型のデザイン、型のデザイン。頑張ってね。の見せ所です。ただいまより投票受付を開始します。淀の坂越えを各馬がどうこなすかにも注目です。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か。シャタハッピーが先頭に立ちました。そのうちからはラブエフェクト、寺田バヒーがかわしていきました。その後ろ3馬身くらいあって、コーヨーローレル、そしてそのうちにシーザーセレナード、外から1頭12番シデンドリーム、それから足毛の馬体、江戸の奇跡であります。まもなく第1コーナーに差し掛かります。その外天竜王、そしてその後ろから6番スマイルキャビン、ガリバーキャップ、外を通りまして清水帝王、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー、一番人気の型のデザインは後ろからという展開であります。人気どころは後ろに、場内がどっと来ている、場内がどっと来ています。
先頭を行く白い帽子は寺田橋、外から差を詰めてきている。天竜王、鞭が飛んだ。柴田と天竜王、先頭は寺田橋。この辺りで清水帝王がかわした。天竜王が2番手、天竜王が差を詰めてくる。先頭は10番清水帝王、捉えるか。旗のデザイン、旗のデザイン、新馬戦を見事勝利で飾りました。華々しいデビュー勝ちであります。ですね。ところで、気合十分ですね。いい感じですね。軸から外すのも手ですね。元気ですね。いい感じですね。今週はレースがあります。2番人気ですが、ただいまより投票受付を開始します。スタミナ自慢が集う名物のハンデ重賞であります。出ろー！あ
ルゼンチン共和国杯12頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か。押し出されるようにしてビッグゴールドが先頭です。そしてその後ろから浅草気になる、それから4番デルタブルース、そして4番手にマーブルチーフハイフレンドトライガー、その後ろ各馬第1コーナーに差し掛かります。これと一緒にポイントス、その後ろ3馬身くらいあって1番サクラセンチュリー、その外からは6番西のどこまでもマイソールサウンド、それからファスト立山ダディーズドリームがそのうちにいます。しんがりから型のデザインであります。もう一度整理しておきましょう。これが先頭7番ビッグゴールド、浅草気になると離れているサクラセンチュリー、ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線、旗のデザイン直線伸びてくるのかどうか。さあ先頭はビッグゴールドが3馬身リード、このまま粘れるか。ビッグゴールド、ビッグゴールドが大きくリード、先頭和田とビッグゴールド、ポイントスが差を詰めてくる、外からポイントス、先頭和田とビッグゴールド、先頭は7番ビッグゴールド、ビッグゴールドかポイントスかほとんど同時。次に備えましょう。一策。レースを終えた馬が戻ってきました。